能登町役場から安全に考慮した状態で中継をお伝えしています。現在雨は弱まってきているものの風が強くなってきたという印象です。能登町役場の隣にあるコンセール能登という建物なんですが、2階が公民館となっていまして、現在そちらに13人の方が避難をしているということです。お一人にお話を伺ったところ、家の前が崖なので危険を感じて避難をしましたというお話でした。現在能登町では土砂災害の報告が多数入っていて、現在6つの集落で孤立状態となっているということです。中には流されて行方不明になったと役場に連絡があったものの、孤立している場所のため救助に向かえないという情報が入っています。また仮設住宅でも川の氾濫により床下浸水となっているということです。以上、能登町役場からお伝えしました。